ドン・マツゴロウの生活は、井上久志の小説。単行本が新庁舎から刊行された。1983年には本作を原作とする、単発テレビアニメが、フジテレビ系列局で放送され、1986年には、実写映画化された。2017年現在、いずれも DVD 化は未定である。犬と猫との世界とそこをめぐって起きる騒動を、 人間の言葉を理解できる犬、ドン・マツゴロウを中心にして描く。1983年2月9日にフジテレビ、系列、日生ファミリースペシャルで、我が輩は犬である、ドン・マツゴロウの生活と題して放送。フジテレビと東映動画の共同制作。放送時間は、水曜19時30分20時54分。 監督は、矢吹君夫で、原作の井上久しと縁がある。脚本は、大原清秀。キャラクターデザインは、漫画家の春木恵摘。松五郎役の声優には、山田康夫を起をした。なお、春木は1年前の1982年2月19日に、同枠で放送された、我が輩は猫であるでもキャラクターデザインを担当している。 1986年3月21日に、東方東和制作で公開された。脚本、監督は、海に降る、雪の中田真一、撮影は、ひとひらの雪の川上明氏と、小林達彦がそれぞれ担当した。西村智美のデビュー作品である、我が輩は犬である、ドン松五郎の生活に関するカテゴリー。ありがとうございます。